えー、シカゴ日本映画コレクティブをご覧の皆さん、えー、こんにちは富永です、えー「素敵なダイナマイトスキャンダル」という映画は80年代に、えー、大きな人気を集めた「写真時代」という雑誌の編集長だった、えー、末キラさんの半生を映画化した作品です、えー、末井さんは子どもの頃に、えー、母親をダイナマイト自殺で亡くしましたそういう末井さんは自分のコンプレックスや理想と向き合いながら、えー、グラフィックデザイナーを目指すのに なぜかエロ雑誌の編集長になってしまいます。えー、僕はスェイさんのような自分の人生を楽しくするために変身していく人をいつも映画に描いてきました。ぜひ若いお客さんに楽しんでもらいたいと思っています。よろしくお願いします。